ジャニーズ事務所は16日、ジャニーズジュニアに22歳での活動終了制度を導入することを公式サイトで発表した。2023年3月31日から適用される。事実上のリストラとも言われるが、決断の契機となったのが、昨年10月に起きた、あの一件だ。公式サイトによると、新ルールは、満22歳到達後の最初の3月31日までに、ジャニーズジュニアとしての活動継続について、ジャニーズ事務所との合意に至らない場合は、ジャニーズジュニアの活動としては、同日をもちまして、終了とさせていただくことといたします。一方で、適用開始日に22歳以上のメンバーが所属するグループ及び一部の個人につきましては、すでにジャニーズジュニアとしての活動継続について、弊社と合意させていただいておりますとした。なにわ男子など、将来有望なグループのメンバーとはすでに個別で、活動継続の合意がなされているとみられる。現在在籍するジュニアの人数は東西合わせて約200人。音楽関係者は従来のルールではダラダラと在籍できてしまう。それだと、ジャニー喜多川さんが目指した世界に通用するエンターテインメント集団にはなれない。年齢的な区切りをつけることで、ジュニア内の競争を活性化させる狙いがあるのではないかと指摘する。ただ、これはあくまで表向きの話。ここ数年、ジュニア絡みのスキャンダルが相次いで報じられたことも大きい。一昨年9月には、ジャニーズジュニア内の5人組グループ、HiHiJets の橋本涼と佐久間達人が女性とのベッド写真が流出し謹慎処分を受けた。同じジュニアの秋元大我は、女優の神田沙也加との不倫疑惑が報じられ、ジャニーズを退所した。極めつけは、昨年10月に起きたジュニア、内ユニット、宇宙シックス山本亮太の闇カジノ通いだ。文春オンラインが報じたもので、それによると、山本は、東京、新宿にある違法スロット店などに出入り、女性関係も派手で、本命女性以外の美女2人と、ホテルに入っていく様子も伝えられた。山本は、ジュニアを冠しているが、秋分発覚当時の年齢は30歳、現在は31。2001年にジャニーズ入りした大ベテランだ。宇宙シックスの名付け親は一昨年に亡くなったジャニー喜多川さん。当時は将来を有望視されていたが、メンバーの脱退などもあり、低迷。メジャーデビューが絶望的となり、山本は腐っていた。結果、あのスキャンダル。山本は即刻契約を解除された芸能プロ関係者。ジュニアのブランド化を目指す滝沢秀明副社長にとって違法行為はもってのほか、その土壌に現在のユリー在籍ルールがあると考えてもおかしくない。加えて同時期にはガス点検を装ったアポ電強盗事件で元ジャニーズジュニアの男が逮捕された。逮捕容疑は昨年8月27日の昼過ぎ、川崎市多摩区の住宅に侵入し、60代女性を粘着テープで縛って金を出せと脅し、現金14万円とキャッシュカード数枚を奪った疑い。男は警察の調べに無職と答えていた。デビューできなかったジュニアの慣れの果てといえる。新ルールで22歳で線を引いたのは、大学卒業の年齢にあたり、新たな道に進んだとしても十分間に合うから。人生のサポート的な側面もある、前室音楽関係者。ジャニーズ帝国も大きな転換期に来ているようだ。